谷組さんの華厳寺に来てます。はい、で、ここでトゥクトゥクですか。はい、トゥクトゥクで、海外ですね。海外で使われてるやつ。これはパキスタン。パキスタン見たことがないマークなので、あのボランティアですよ。そうです。自分で買ってやってる。マジか。生まれも育ちもここ。ああ、はい。祖父がここの出で、ね。はい。でここの参道をですね、無料で送迎されている方が見えます、はいはい、こちらの紹介をさせていただければよろしくお願いします。お願いします。何年ぐらいやられてるんですか。いや、まだ去年の12月ぐらいから。そうなんですね。結構この坂ってやっぱあの、ね、高齢の方とか登るのも大変だと思うので、でね、はい、今日は体験させていただきます。役に立てます。はい、よろしくお願いします。はい、うちの祖父が谷組中学校の校長で最後だったし、ここがとても縁があるので、ここも親戚って言ったんですけど。あ、そうなんですね。谷組の中に十何件親戚あるので、仕事にちょっと役に立つことでもするかと思って。あ、いいですね。で、これ今下りなので、はい、あの静かにエコで、これ実はエンジンかけてないですけど。あ、もう自然に下っていくだけなんですか。本当に下っていくので、これがいいかなと思って。確かにエンジンは音しないですもんね。すごい。普段あの、まあ、コロナがなければ結構外国人の方って見えてたんですか。いらっしゃいますよ。やっぱり減っちゃいましたよね。はいはい。へえ。僕は英語なので一応英語で喋って全部。あ、そうなんだ。登るの大変な方とかめちゃくちゃありがたいですよね。そうですね。あの杖ついたおじいちゃんおばあちゃん、うんうん、あのありがたいけど、あとは今日3件くらい。赤ちゃんのお参りで。ああ、はい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 。ベビーカーにしてもガタガタですしね。僕もお正月しか来たことなかったんで、この普段の様子をなかなか。コロナ、はい、そうだったのか。節分の前の日の日曜日が、はい、1日で、360人ぐらいかかった。だから すごい。今まで多分軽く3000。すごいですね。もしか4000人が乗せてる。こんな道があるんですか。何これ。地元の人専用です。ここジュクジュクじゃないとちょっと。これで旧谷組。あ、ここで何か今やってるんですか。はい、やってます。これは今日何やってるんですか。第3日曜日に赤い電車マーケット。はい、赤い電車マーケット。はい、あ、もともと走ってた電車赤いですもんね。そう、そこに展示されてます。そうなんだ。で、ここでイベントやってる。わかりました。ちょっと見てきます。はい、これが旧谷組駅。お、なんかそのままっぽいよね、この。すごいよ。なんかすごい。ちゃんと本当にそのままじゃない。壊さずにそのまま残ってるっぽい。うん、名鉄とかじゃない。すごい。ほら、孔明の入場無料ですね。あ、本当だ。あったね、昔。全然わからへんな。昔さ、岐阜って路面電車、いわゆるチンチン電車ってやつ別にね、おかしくないっていうのがあって、街中を電車走ってたんですよ。車と並走したりしてね、やってたんですけど、だからそういう電車が今廃止になっちゃって、ここだけ駅と線路が残ってる。だって岐阜駅前とかあったの。どこにあった。あ、本当だ、岐阜駅前。新岐阜駅前、JR。 そうそう、すごっ。そこまで行けたの。行けた行けた。だって岐阜駅のまんまやもん。あの線路あったって知ってる。線路あったの。あの道路の真ん中に。あ、でもそれは昔の写真とか見たことあるけど。人が乗り降りする場所。だから本当にその時もなんか。出た赤い電車。ワンマンかってみんなわかりますか、ワンマンか。わからん。あの一人の車掌さん、車掌さんね。車掌さんが絶対今ね、言う前になると思う。一人の車掌さんしかいないんですよ。はい、で、一人の車掌さんが運転もするし、はい、切符のチェックもするしみたいな、超大忙し。マジか。すごい。なるね。そんなめっちゃ恐ろそうできるやん。いや、あの千と千尋みたい。あ、本当よ。千と千尋みたい、本当に。そう。千と千尋みたい。え、本当に千と千尋みたい。昔の匂いがする。ほんとや。すごっ。乗ったことないでしょ。だってほんとにない。僕もない。え、だって線この辺に乗っとってる。そう、乗っとった。で、あの顔なしも座って、だん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 みんないなくなるやつ。そうそうそう、どんどん田舎行くやつやろ。ほんとにそういう電車や。ゼニーバンとか行くやつやろ。すごいね。
これが赤い電車で今日やってる。そう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 。市場の赤い電車。なんだっけ、祭り、フェスティバル。フェスティバル。忘れた。赤い電車マーケット。マーケットだ。トゥクトゥクの色もね。赤かったもん、ね。赤いんです。だからこういうのをね紹介していったり、あ、こういうの紹介してもらったんですけど、昔買った電車そのまま。なるほどね。いいね、なんか。うん、いつかこうなるんかな、令和時代のさ、かもね、古いあの時代って言われてさ、この時代が古くなるかもしれない。昔の時代なんてタイヤ4本あって車走ってたんですよみたいな。どういう次元の未来だよそれは。いつか来るでしょそれ。まあ来るか。で映画の中で空飛んだりするもんね。あ、そっか。あの時代はね、人がねこうやってチャリンコ越えてたんですよとか。未来、あ、でも本当にそうかも、ね、なくなるかもしれない。あ、かもしれない。っていう一個ですよね、路面電車ってね。はい、ということで今日はですね、はい、初めて来たんだよね、タリオさん。初めて来た。正月めっちゃ盛り上がるらしい。僕はいつかな、小中学生ぐらいまではね家族と来てましたね、正月。でも正月しか知らなかったので、なるほどね。こういうまったりした感じの華厳寺の参道も初めて見たんですね、うん、あとはお寺の中にはミイラが、お、本物のミイラがいます。本物、本物のミイラ。マジか。地下に入っていくやつなんですけど、あ、怖い、ね、一回僕行ったことある気がする。で、子供ではトラウマにならん、大丈夫だから怖かった記憶ある。あ、怖いね、うん、なんか探検みたいな。あ、なるほどね。はい、ということで今日は谷組さんからお届けしました、はい、いかがでしたか。いかがでしたか。まあ、うん、まあ、まったりしとっ、まったりした、のどかな休日やったね。のどか、のどか、はい、よろしいでしょうか。今の感想大丈夫。大丈夫、はい。ではチャンネル登録お願いします、はい。